はい、ビビアン佐藤と申します。よろしくお願いいたします。ですね、拍手なくていいですよ。ですね、私のテーマが横断ということなんですけれども、横断っていうのはどういう意味かと言いますと、まあ、いろんなジャンルをこうどんどんこう切っていって、そういった境界線をもう飛び越えたり、いろんなこうジャンルをこう縫うようにいったりするような、まさに私の活動がその横断っていうキーワードでくくられるんですけれども、全くいろんなことをやってる、違うことをやってるようでも、それがなんとなくこう一つのこう流れであったり、同じことを実はやってるっていうことなんですね。でそれをちょっと簡単に説明できたらいいなと思ってます。それでですね、まずドラッグクイーンというのは何なのかしらってみんな思ってるかもしれませんが、ドラッグっていうのは薬のドラッグではなくて、引きずるっていう意味で、例えばマウスをこうドラッグするとか、ドラッグレースとか、なんかそういったこう引きずるっていう意味合いがあります。そちらの方のドラッグなんですけども、どうして引きずるクイーンなのか。クイーンっていうのはまあオカマとかそういうマスラングなんですけれども、そういう意味なんですが、そのドラッグっていう、その引きずるっていうことは、例えばパーティーとかイベントの前に家にあるようなジャンプですよね。例えばテーブルクロスであったり、カーテンであったり、壁紙だったり、そういったものをこう即興的にドレスに見立てて、それで引きずるようにこうパーティーに出かけたり、もしくはもともとあるようなこうシャンデリアを頭の一部に使ってしまったり、まあ、今日なんかも私もこれプランターの一部なんですけども、そういうふうにこうもともとあるものを全く違う意味に使ったり、なんかそういった変換することがの楽しさっていうのがドラッグクイーンにあって、なんかそういったこう引きずるようにこうパーティーに行くことからドラッグって言われてます。それでただそのパーティーも、パーティーに着いたらパーティーの中だけでも、例えば美味しい料理とお酒と、なんか空間と音楽があるだけではダメで、ダメで、まあ、実はその人と人とを結びつけてあげたり、パーティー自体をこう引っかき回してこう全体をこう引っ張っていくような存在、まあ、ホストとかホステスというか言い方もあるんだけども、そういった人たちが必要になります。で私たち、まあ、ドラッグクイーンっていうのはなんかそういうことが結構やりやすい。例えばその男性でもなく女性でもなく、なんか割と現実の性に生きてないっていうか、まあ、それもまた、いろんな説明が必要なんですけれども、あまりなんかそういったこう人間的対象には見られないところがあって、そういったパーティー全体をこう引きずってリードしていくような、なんかそういう意味でドラッグっていう、意味もあるのかなって思ってたりします。それでですね、まあ、実際そのパーティーとかイベントだけじゃなくて、例えば私もいろんな映画にこう呼ばれて出たことがあって、釣りバカ日誌13っていうのにも出たことがあるんですね。それで2週間缶詰になって、結局撮られたのが40分ぐらいなんですよ。で2週間中何してたかっていうと、まあ、うなずき温泉でずっと温泉に入ったりこう暇な時間を持て余してたんだけども、実はその撮影クルーといって、もう何ヶ月も同じ顔ぶれの人たちがこう役者さんもスタッフもこう一緒に寝食ともにしてるんですけれども、そこでそのだんだん人間関係が煮詰まってくるわけですよ。で西田敏行さんとか三國連太郎さんもだんだんこうストレスが溜まってきて、そのまあ監督とかディレクターよりももう何て言うんですかね、立場上こう強いっていうか高い位置にあるので、でその西田さんの隣とかにはこうみんな食事の時とか座りたがらないんですよね。でそういったところに私と弟子のドラッグクイーンが座らせられて、西田さんとかそれから三國連太郎さんのその鬱憤とか、そういったこう他の役者さんとか映画関係者に言えないようなこう愚痴を私たちが聞いてあげるわけです。それで西田さんとかがすっきりして次の日撮影がうまくいくみたいな、なんかそういった潤滑油みたいなものは、実はパーティーとかイベントだけで、特定のものだけではなくて、実は実生活の中でも私たちみたいな人間がいると割とこう人間関係がうまくいく。例えばその都会のオフィスでちっちゃな小動物を飼うと、なんかそこでこうワンクッションを置いて人間関係がうまくいくとか、例えば家族の中でもちっちゃな子供がいると、そこにこう ひとまず話題がいってうまくいくとか、なんかそういった私たちが割とその都会では、都会の人間関係とかそういったものでもちょっとこう難しいような時には結構重宝がられたりもします。例えば銀婚式のパーティーとか、倦怠期のカップルのデートとかに付き合わされて、でだんだんそのなんていうんですかね、潤滑油というか温まってきたら、じゃあビビアンさんお帰りくださいみたいな、なんかそういった、使われ方、脈目もあるのかなっていうふうに思ってます。ただドラッグクイーンという言葉は最近、まあ、私の世代だと、まあ、第一世代か第 1.5 世代ぐらいなんですね。でもう若い子たちはもう出てきては消え、出てきては消えで、もう最初からドラッグクイーンというのは大体日本で30名ぐらいしかいないわけです。
っていうのは、最初の人たちは話して、はい、最初の、第1世代、第2世代ぐらいの人たちは、生き残ってるわけなんですけども、下の世代、第7世代、第8世代とかの人たちはやっぱりその続かない。それはどうしてかっていうと、私たちは別にドラッグクイーンになりたくてやってたわけじゃなくて、なんかこう やってて気持ちいいこと、なんかやりたいことをこうやってたら、たまたまそれがドラッグクイーンっていうふうに呼ばれてただけで、下の世代の子たちはみんなドラッグクイーンになりたい。どうしたらドラッグクイーンになれるでしょうか。私は女だけどドラッグクイーンになれますかとか、学校を辞めた方がいいでしょうかとか、なんかそういった真剣にこう、来る若い子たちがね、1年間に何人かいるんだけれども、そういうふうにそのドラッグクイーンに憧れて始めると、それ以上には必ずなれないんですよね。で、私たちはそのお手本にするドラッグクイーンというのはいなかったわけです。だから今もそうなんだけども、その私とかがこうやってる活動というのは、他のやっぱりドラッグクイーンはやってないし、やっぱ他のドラッグクイーンがやってるようなことは自分もやりたくないし、なんかそのそれぞれそのやってることが違うわけなんですよね。で、それっていうのは別にそのドラッグクイーンだけじゃなくて、例えば美術家であったり、そのお店を、ね、経営されたりする人もそうだけども、やっぱり前例のあることをそのままやってもその意味がないというか、その時代的に、まあ、何年か前とか昔の時代だったらいいけれど も今はそれを同じことやっても全く違う意味合いになってしまうので、なんかやっぱりそのどんなジャンルでもやっぱりその初めてのトライっていうんでしょうかね、初めての経験でやらざるを得ないのかなっていうふうに思ってます。それでそれをどうして今この話をしたかというと、まあ、最近その私の中ではその江戸ブームなんですよ。まあ、意外と江戸とかそういう古いのが好きなんですけれども、なんで江戸が好きかっていうのは、別に江戸が好きなわけではなくて、まあ、なんとなくその痕跡が残るような、残ってるような時代が、まあ、江戸とか室町ぐらい、まあ、もしくは明治大正昭和の初めぐらいとか、なんかそういった昔、ちょっと昔のものとか、そういった町の中の痕跡みたいなものがすごく、気になっていて、いわゆるそのいわゆるこう旅、まあ、昔バブルの頃とかみんな海外旅行とかいろんな、ね、イタリアに行っていろんなところ見に行ったりとか、日本観光地に行くと日本人ばっかりだってよく言われてるけども、その旅をその自分の場所から遠いところ、水平的に見てなるべく遠いところに行くっていうのが旅だと思われてたけども、そうではなくて垂直に旅をする。例えば自分が今住んでる場所とか、会社の近く、学校の近くの、例えば地名はどうしてそういう地名なのか、自分が使ってる言葉はどうしてそういう使い方をしてるのか、自分がやってる仕草であったり、習慣であったり、食文化であったり、まあ、洋服でも何でもそうなんだけども、それは一体どこから来てるのかっていうことを意外と皆知らない。だからその旅を水平にするんじゃなくて垂直に旅をするっていうこと、それがなんか最近のマイブームで、だからその東京を見ることに関しても、東京一つのオブジェクトというか、その批評の対象として見るとしますと、その元々あるものをこれをどういう見方、どういう関連の付け方で違う見方ができるかっていう、そういう見方ができるんじゃないかなと思ってます。それで、まあ、ライターの仕事とかもたくさんしていて、で私とかはその2丁目って言葉が大変すごく、しっくりくるキーワードなんだけども、で例えば2丁目っていうと新宿2丁目ってみんな思われるんだけども、もちろん新宿2丁目も詳しくて、2丁目のガイドブックを最近監修して作ったりもしてたんですけれども、そのあらゆる2丁目、例えば新宿2丁目じゃなくても代々木2丁目でもいいし、銀座2丁目でもいいし、世田谷2丁目でも、世田谷2丁目ってあるのかしら、用賀2丁目でもいいし、あらゆる2丁目のガイドブックを作ったらどうかとか、例えばその、まあ、マッピングし直す、例えばマップルとかそういったルルブとかそういった、ガイドブックっていうのがあるんだけれども、そういった地図ですら、また何度も何度もこう自分なりの地図っていうのを作り変えることが可能だと思うんですよね。だから東京を、いろんな側面で切ったり、まあ、あらゆる2丁目でもいいし、例えば夜の12時から終電が終わってからの東京の、案内本であったり、まあ、終電から例えば始発までだけのものであったり、まあ、例えば電車とか距離ではなくて、もっとその違う関係性で何かこうできないかとか、なんかそういったことをちょっと日々考えたりしております。はい。